ゴルフのスイングの、まあ、自分が思う理想というか、まあ、スイングのイメージですスイングのイメージで自分がこうしたいなって思うのはなるべく楽に軽く振ってゆっくり振ってで距離を出すっていうことだと思います振ればある意味全開のスピードを出せばこのようにボールは飛びそうですただし クラブのスピードを今のように速く振って意外とボすごく速く振れているようには見えるのですが体だけが速くなればその分必ずクラブが追いつきませんクラブと体が一緒に来て体の中心のところでボールに対してしっかり同じライン上ぐらいでクラブがきれいに上から入ってきてロフトクラブのロフトもしっかり立って入ってきて。 こそちゃんとボールにエネルギーが伝わってまより良い飛距離が出るのですが今のように体をガンと回したりとか手元をこう加速させてやっとかって早めると必ずこのロフトだったりこの体とボールが当たるタイミングっていうのは必ずわずかにずれますで、まあ、それがずれない場合はまあ、やはり飛ぶと思いますですがそれを追い求めてもおそらく 10回に1回出ればいい方で20回に1回ぐらいに多分実際はなってしまうと思いますでその間の20回のうち1回すごいショットが出てもそれ以外の19回が恐らくいつも動画見ていただきありがとうございますチャンネル登録評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします